もらえますね。ね、はい、いい顔してますね。たくましい。たくましい、強い、うんうん、はい。では続いてのコーナーに参りましょう。はい、続いては地球アゴラで暮らしが激変。地球アゴラの放送がきっかけで今年ある場所に新たなビジネスが誕生したんです。でその現場となったのがこちらです。アフリカザンビアにある人口600人の小さな農村カリマンセンガ村です。ということで、はい、さっきのジンバブエの隣だね。近いんですけど、その同じ日に行ったよ。うわ、すごい。そんなここパッと行けるもんなんですね。日帰りっていうか半日で。すごい。視察に。さあ、ではその新たなビジネスの事情を知るアゴラとつながっています。首都のルサカで農村の支援活動を行う三好隆弘さんです。よろしくお願いします。一体何が起こったんでしょうか。音声つながってますでしょうか。三好さん聞こえますか。はい、聞こえます。一体何が起こったんでしょうか。実は、地球アゴラの放送がきっかけで、はい、さあ説明しましょう。村に初めての、理髪店ができました。ほう、いきなりもう彼は初の理髪師サイオンさんです。彼はシャツの人ですね。今切ってるわけですか。ブルーの人だね。ブルーの彼は、はい、今ちょっと映像がごめんなさいね、止まってしまった。来ました来ました来ました。バリカンの音が聞こえる。来ました来ました。でも肝心の彼の顔が全然映らない。来ました。来ました。それまでには理髪店というのはなかったんですね。三好さん。そうなんです、これまでは10キロから20キロ歩いていかないとないので、なかなか村人も髪を切れませんでした。子供の表情が何気にどう解釈すればいいのか可愛いんですけれども、はい、とても喜んでます。喜んだ日さ、はなぜそれが地球アゴラなのか、ね、はい、ということをじゃあ説明させていただきます。はい、まず三好さんはですね、今年4月カリマンセンガ村の友人と一緒に地球アゴラに出演されました。うん、でその時にケニアから出演したアゴラが写真で地元の青空理髪店の様子を紹介してくれたんですけれども、うん、はいはい、三好さんの友人にとってバリカンを見るのがこの時初めてだったんです。でこれを見てこれはいいということで、放送後村の人たちとお金を出し合いバリカンを購入。そして農家だったサイオンさんが理髪店をすることになったんです。つまりケニアから日本、そしてザンビアへと地球アゴラが架け橋となって、この村に大きな変化をもたらしたという。手前味噌だな。手前味噌。地球アゴラここで機能してるぞ。やりましたね。本当ですね。ありがたいですね。バリカンが、バリカン、バリカン一つで変わりますよ、世界の。放送がですもんね、びっくりなんですが、今までどうしてたんだろう。今までバリカンがない間はどうやって髪の毛切ってたんですか。三好さん、今まではですね、あのハサミでゴリゴリゴリと切ってきましたけども、はい、面白い。繁盛はしてるんですか、その理髪店は。はい、ですね、やっぱり、その本当に床屋に行こうとすると20キロぐらい歩いて行かなきゃいけないので、はい、それから考えると毎日人が来ています。今はちょっと農作業の時なので、はい、一旦は止まってるんですけども、日頃はもう10人から20人ぐらい毎日。きっとこのお子さんは今初めてバリカンで切ってらっしゃるということですよね。どうなんでしょうか。ちょっと若干ビビってるよ。ちょっとどう思ってんのかな。初めてなのかな。怖いのかな。はい、ですね、このサイオンさんも、村でですね、外に行って飼ってたんですけども、うん、やっぱり家族のためにこれをですね学んで、うん、今もう初めてやってます。なかなかうまいと思いますけど、どうかなり刷り込んでますね。お子さんは今切ってもらったお子さんは今初めてですか。はい、初バリカンですか。いつもここで切ってる。何回も慣れてるんだ。すっかりスルチルに綺麗になってますね。すごい、すごい。というかかなり短く切りましたね。横だけ行ってるのか。西洋さんにその、はい、理髪店を始めてみてどんなことを感じてるか聞いてみていただけますか。はい、How do you feel that the dentist barber shop? 照れてる照れてる照れてる。子供が、はい、やっぱり始めてからです、はい、始めてから外まで行かなくて近くでみんなの頭を借りるようになって、とても良かったと。やっぱ便利になったということですね。はい、便利になったということですね。あとおしゃれになったって言ってました。おしゃれ、はい、いろんなスタイルが、どういうスタイルがね流行っていくか、ね、いろんな、ね、スタイルが出てくるでしょうね。
ご自身の髪も西園さんは自分で仕上げられるんでしょうか。鏡で、ね、ちょっと買ってやったよ。なんか誰他の人に買ってもらってるそうです。このバリカンを使って。なるほどね。はい、街で唯一のあれがバリカンなわけですもんね。あのそうです。でしかもこれソーラーパワーでやってますんで。ソーラーパワー、あのもうすぐできちゃうと思うんですけど、はい、ソーラーバリカン。ソーラーバリカンということは地球に優しい。すごい。三好さん、あの子供にもちょっと聞けますかね。切られあのバリカンで切られる気持ちってどうなんですかね。語ってくれるかな、この坊や。Do you like it? Yes. はい、あのとてもいいと聞こえました。Yes, yes. 親が飼ってるようです。Yes, yes. ありがとう。顔のビビってるわけじゃないんだよ。でも困惑してるよね。かわいい。初バリカンどころか、だから初衛星中継でしょ。ものすごい挙動してる顔して。かわいいかわいい。ああ、でもいいですね、そうやって地球アグラを通してね、バリカンが。こう駆け足となって。本当はもっと日本より近いところ、ケニアと同士なのに、そうね、ここを仲介してっていう、ね、このバリカン日本から送ったの。あ、どうでしょう、どこから買ってきたんですか、このバリカン。はい、あの村からですね、50キロ離れた都市に行って、そこで買ってきた。なるほどね。一応国内。遠いけど。ああ、嬉しいですね。三好さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。三好さんもありがとうございました。坊やもありがとう。かわいい。このために多分切られたんでしょうね。今日の少し伸ばしてたかもしれませんよ。こっち側だけだったから、後でぜひこっちをね、仕上げてもらってほしいですね。ありがとうございました。はい、さあ、腰振りと本当に。